うですか GV、 あたお洋服って一応それ戦闘用なんだけど、耐久性の向上とか軽量化とか前着てたのよりも数段強化されてるんだから。着心地はバッチリだよ。似合ってる？ええ、とてもよく。すっごく似合ってるよ、GV。ありがとう、シア。それに、オオカも。本当によくお似合いです。あれ、もしかして、またシアンが何か言った？ええ、GV の新しい服、とても似合っています。用意した僕も似合ってると思うよ。けど本当に服だけでよかった？まだ他に必要なものはない？ショウ、君は、いや、必要になったらまた頼むよ。任せてよ。あの試練を倒した GV ならきっと奴らにも対抗できる。打倒エデンのため協力は惜しまないからね。そうそう、 GV、 セーブはもうしましたか？このゲームはオートセーブではないので、お休みになるようでしたらセーブを忘れないようにしてくださいね。確かセーブを行うには L ボタンでメニューを開いてそこから行う。そんなの GV はとっくに知ってるんだからね、 GV。 そうですよね、私ったら。さして、あ、それではメニューのそれぞれの画面で R ボタンを押せば各画面のナビゲーション解説が見られるってことでしょ？もちろん知ってるわよ。シアンさんは GV のことを何でもよく知っていて羨ましいです。当然 GV には私がついていれば十分なんだから。私もナビゲーションをしっかり読んでお勉強しておきます。 GV はもしお疲れなら無理せずお休みになってくださいね。もちろんお暇があればメニューのトークルームからシアンさんや私とおしゃべりしていてくれたらとても嬉しいです。だからそれ私のセリフ。やれやれ。お、オオカも GV もシアンと何の話をしてるの？
そうもないよ。ミラーピース、これを解析すれば連中の企みの一端をつかめるかとも思ったが、まあまあ気を取り直してミチルちゃんの様子でも見に行こうぜ。そうだな。ミチル、元気だったか？よかったミチルちゃん、会いたかったよ。あれ、なんだろうこの感じ。なんだか体の中が燃えるみたい。わあ！あ！あ！これは、いや待て、オルフォだと。あれ、なんだろうこの感覚。あの、もしかしてミチルちゃん体調悪かった？うん、この姿になった途端ミチルちゃんの気持ちが伝わってくるような気がして。何？いや、それよりも虚偽はやめておけ。検査結果には目を通している。あっ、なんだと。ノロ、ラボへ戻るぞ。え、ちょっと待ってよ、アキラ君。わかった。気にしておこう。何になさいますか？ようこそいらっしゃいました。コードの組み込みについて簡単にご説明いたします。コードには防御力上昇などの効果のほか、容量が定められており、容量3のコードを組み込むとジャケットの内蔵メモリが3消費されます。内蔵メモリ分コードを安全に組み込むことができるということです。メモリを超えてコードを組み込むこともできます。動作は保証しないということか？おっしゃる通りです。何が起こるか。説明は以上です。ご不明な点があればナビゲーションでご確認ください。新しいコードがご入り用でしたら、メニューの開発から私にお申し付けくださいませ。